けコッティ。あったあった、やへコッティです。はい、皆様こんにちは。本日は一体何をするのかと言いますと、こちら。私昨日東京から帰ってきたんですけれども、バスに乗ってたところ景色を見てたの。そしたらば何があったと思いますか。正解、んぽちゃむキティランドね、うんぽちゃむ発見させていただきました。私はその時は表参道ヒルズに行きたかったんでございます。表参道ヒルズには行かずにうんぽちゃむキティランドに行きました京都でもあるじゃんキディランドって。でもね、なんだかすごくにぎわってたの、そこのキディランド。まあ行ってみようかな、なんか可愛いのあれば買ってみてもいいんせやって思って行ったんです。そしたらば、そしたらばよ、ポップアップやってました、ポチャムの。あ、私が買うとでも思ったチャムか、買うチャムそして表参道をこれでぶらつきました。透けてる。表参道ヒルズにはどんな人たちがいると思いましたか。おしゃれなカップルもそうですし、みんな小さい荷物が、その中私一人これ、ぽちゃむ。そういえばみんな私のこと見てました。あ、やばい、強制ちゃんってバレたかな、コッティちゃんってバレちゃったのかな。いいえ、違います、みんな見てたのはこれ。はい、ということで今日は東京で買ってきたんぽちゃむを開封していきたいと思いますちょっと待って、カメラがやばい、見たことないマークが出てる。そして充電があと1しかない。ちょっと待って、充電させて。はいはいはい、皆様失礼いたしました。本当に騒がしい野郎で申し訳ございません。喉も渇きました、ちょっと喉を潤します。私が大好きな、毎日飲んでいるセブンイレブンの緑茶2リットルです。はい、では早速何を買ったのか商品紹介していきたいと思います。レッツゴー。でまず一つ目は、もうみんな気になってたでしょ、何が透けてたのって思うでしょ、こちらです。かわいすぎるんだけど、んぽちゃむと君まろのラグです。こんな感じですね。うわ、めっちゃ可愛い。これは私のゲーム部屋の下、何も引いてないんですよ。だから足が冷たい冷たいなので、ちょっとこれ引こうと思って、ちょっと小さいですけれども、可愛いジャム、可愛い。ちな、私が合計いくら使ったのかは一番最後で紹介したいと思います。はい、次、じゃん、こちら、んぽちゃむノートダチ編とジャム変です。もうチャムチャム言いたくなるよね。事務所のマネージャー、別のマネージャーさんがいらっしゃって、その方がもう超好きなの、ポチャム。もう毎日チャムチャム言ってる、一緒に。あー、お腹いっぱいチャム。ご飯食べ終わったら絶対これ言います。で、お酒飲むじゃん、あー酔っ払ってきたチャム。で、寒かったら、あー寒いチャムこっちの中身はこんな感じ、なんかいっぱいいるの。こっちは二人がこうなんか考えてるの、可愛くない？なんかさ、こういうデザイン、なんかシンプルで可愛いなと思って買ったんですけれども、え、それデスノートって言われました。んぽちゃむなんだけど。続きまして、んぽちゃむのシュシュ。これね、ちなおパンチバージョン持ってんのうち。だからんぽちゃむも欲しいと思って買いました。二人をこう並ばせたら可愛いんじゃないかっていうことで、頭にさ、こうやってつけてもさ、可愛くない？おパンチとんぽちゃむと。可愛いよね、超可愛い。なんかもう変な顔。ごめん、間違えた。次、こちら、んぽちゃむのヘアクリップ。これもさ、おパンチバージョンうち持ってんの。んぽちゃむ持ってないんだよね。続きまして、こちら、ヘアターバンうざい顔してるくない？こんな感じです。これも私おパンチバージョン持ってます。なんかさ、こう行き先によって、今日はおパンチで行こう、今日はんぽちゃむで行こうみたいな、そういう日があってもいいんじゃないかなと思って、こちらも購入させていただきました。ちょっと待って、前髪1本になった。ちょっと待って、ね、前髪が1本になっちゃった。これぐらいあればいいか。かわいい。かわいすぎるチャム。なんかさ、白って肌がなんか白く見えるからいいね。おぽちゃむありがとう。次、おぽちゃむのスクイーズです。ガチャガチャで400円でやってきました。あ
とは皆様ご存知、私が好きなものは何でしょうか。正解おばんじゅー、おばんじゅーも無事購入してきました。当たり前にね、おばんじゅーも買わなくっちゃさ、ダメじゃん。こピンですね。あれこれ合ってる、こっちかちょっと邪魔です。今日はポチャムです。ありがとうございます。お次はこちらです。おパンチュのアイマスク。もうさ、何個持ってんの、うちおパンチュのアイマスク。でもさ、なんか耳がしっかりしてるから可愛いなと思って、飛行機乗る時とかなんか寝たいなって時にこうやってやってもいいなと思って。あなたは安定に可愛いです。はい、じゃん、歯ブラシセット。いろんなところに各地全国行きますので、ホテルのさ歯磨き粉ってみんな使える？うちあれすごい苦手なんよね。美味しくないやん歯磨き粉。これに自分の自前歯磨き粉があるんで、これ持っていこうと思って。かわいい、これにさ、え、かわいい、おパンチュついてる、あ、かわいい、大好き。そしてなんとキディランドにもいらっしゃいました、私の大好きな。いきます、3、2、1、パン。今日も天気でハイテンション、おでこピカピカ、健康の証拠、早起き、なんだったっけ、私んちの母です。もう大好きなの本当に。私ね、作者のケラさんに一回 DM でご挨拶させてもらったことがあって、よろしくお願いしますって挨拶したの。じゃあね、ケラさんメッセージ返してくれたの、やばくない。シンプルにあの愛のメッセージを送らせてもらいました。私んち毎日見てます、ありがとうございます。私の一押しは母です。あのね、みんなゆず彦みたいな男を好きになりなよ、あいつやべえよマジでチャンネル登録してね。ということで、私大好きなのはランダム系。なんかね、ポチャム3000円以上購入したらお一人様一つでもらえるものだったので、2つもらいました、2人いたので。じゃあまずこのポチャムキラキラステッカーからやっていきましょう。これどれが欲しいだろう、ちやっぱさ、キミマロもついてて欲しいから、キミマロとポチャムセットの2人いるやつ、これ当てたいですね。じゃあ開けていきます。え、怖い、緊張する。いきます、3、2、1、あ、待って、裏見てる、3、2、1、あ、ポチャム。え、待って、これさレアなんだけどいないんだよね、多分シークレットですねきっとあと次は5種類のステッカーが入ってるやつ、何か忘れちゃったんですけど、とりあえず5種類なんで5枚買ってきました。開けていきます。いきます。え、待って、いっぱい入ってる、3枚ぐらい入ってます。見て、ちょっと待って、何これ。宇宙人にさらわれてるんぽちゃむ、助けに来た君まろ、祭りでさらし上げられてるんぽちゃむを助けに来た君まろです。捕まりすぎやろ、これ3枚も入ってんのめっちゃいいやん。もう一個開けますクソみたい。お会計してる君まろ、無人島から脱出しようとしてる君まろとぽちゃむ、砂漠歩いてる君まろとぽちゃむねえ、君まろかわいそうだよ、全部下にいるじゃん。あ、次来ました、脱獄しようとしてるぽちゃむ、脱獄を手伝ってる君まろ、面会しに来た君まろ何したのぽちゃむ次、あ、かぶりました。次、でもさ結構かぶらなかったね今回。あ、かぶりました、ありがとうございます。そしてそして最後にですね、特典でもらったアクリルキーホルダー、何か見てみましょう。いきます、じゃん、え、かわいい、見て、あくき超かわいくない、ぽちゃむって書いてんの、これ見て、お餅つきを頑張ってやったら君まろの腕を骨折させてしまって、お詫びに団子持ってきたんだけど、食ってやがんのこいつクソだね、うちみたい。次さっきのやつだね、面会に来て脱獄手伝ってる君まろですね。え、かわいい、これ結構私好きです、ありがとうございます。こちらのアクキーということで、あの気になるお値段ですよね。いきます、ダン、17,000円。その時に私、あのマルジェラの香水買いに行こうと思ってて、18,000円ぐらいなんですよ。マルジェラ買えるよねということで、今日も動画を見てくれてありがとう。来週も見てね、高評価、チャンネル登録、コメントを毎日ね、コメントもお願いします。じゃあねー、みんな大好きちゃうよー。
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,